はい、おはようございます。ということで本日もコーディネートをね紹介していきたいなと思うんですが、本日はこんな感じにしてみました。じゃじゃーん。今日のテーマは秋かじりたいよねっていうテーマです。ちょっと季節感がよくわからないような感じで今回コーディネート組んだんですけれども、まずキャップがこれディースケアードのキャップになってます。刺繍のデザインがすごい可愛くて気に入りました。つばのところにも入ってたりとかしてね、めっちゃお気に入り、可愛いです。そしてこのトップスは前に購入品でも紹介したかなと思うんですけど、読み方がちょっとあやふやなんですが、ルチラサフリーっていうところのトップスです。これは実はボディースーツになっていて下までつながっているんですけど、このボーダーストライプの柄がすごい可愛くて、配色もすごい可愛くないですか。明るめのブルーとブラックのボーダーになっててめっちゃ可愛いと思って、後ろもすごいガワッと履いているのでこの気に入ってます。私の大好きなホルターネック。このパンツが前回の 3days at fit vlog の時に出てきたかなと思うんですけど、クロっていうブランドのデニムです。このブランドさんは岡山デニムを使われていて、すごいこうこだわりが強いというか、とても質も良くてデザインもすごい可愛くて一目惚れしたデニムなんですけど、これはそのキックオフパーティーにお邪魔した時に1点ギフトで選んでくださいというふうに言ってくださったので、こちらのパンツを選ばさせていただきました。ありがとうございます。本当に嬉しい。でベルトはザラのもので、このシューズもこの前回の Vlog を撮った時にこれもギフトでいただいたものなんですが、イエローのねあのポップアップにお邪魔したんですけど、そこでゲットしたこのファーのブーツです。そのファーのブーツを今日ちょっと履きたくって、でもまだねまあ暑いので上はちょっとスッキリとした感じでまとめ上げて、ちょっと季節感がよくわからないコーディネートにしました。でもこのなんかちぐはぐな感じも私は好きなので気に入ってます。バッグはボッテガのバッグになっております。そしてこのネックレスもちょっと紹介しようかなと思うんですけど、これ2つセットになっていたんですけど、これザラでゲットしました。このねあのカウボーイブーツのチャームがついたネックレスがすごい可愛いと思ってゲットしたものです。このブラックのコードのネックレスの方もこういう感じでね一緒につけるとすごく可愛いアイテムです。ということで本日のコーディネートはこんな感じでした。今日はランチに今から行ってから、その後一件お仕事があるので、はい、そんな感じで行っていきたいと思います。レイナとランチに来ました。久しぶり。いつぶりだろうね。でも前も出てくれたもんね。そう、あの時ぶりだね。カフェ行った。うん。でもなんか全然久しぶりな感じはしないけど、連絡くれたので会いました。連絡はすぐ入れる。本当にね、すぐやってくれた、ありがとう。今日は和食です。ね、めっちゃ美味しそう。いただきます。名前は？名前何にしよう。何がいい？何も決めてない。何がいい？何だろうな。ルルン。ソニーちゃん。ルルン？ルルンって出た。ルルンちゃん。ちゃんでオッケー？ルルンちゃんに。ルルンちゃんが濡れちゃいました。なんか悲しい。心なしか悲しい目をしてる。雨でそういう顔になってる。え、これさ、ちょっと歪んでるの最初から。どこ？顔がなんかちょっと歪んでない？確かに顔がなんか確かにこんな感じかもしれない下に多分ある。明日？聞いた。シュナさん、めっちゃ登りたいらしいから。めっちゃ登りたい。頑張れ。一言って、頑張れ頑張れ。私も美味しい、リベンジしたい。はい、ということで本日のアウトフィットです。この
んな感じにしました。じゃーん。まずこのトップスがですね、前に紹介したんですけど YouTube でも ASOS でゲットしたトップスです。これはセットアップでゲットしたんですけど、今日は上だけを置きました。こんな感じでベアトップのトップスで、すごい可愛いんですよね、チェック柄で。そしてパンツがこれセリックのパンツです。これも前に購入品で紹介したんですが、このカーキのねフレアパンツなんですけど、結構ラフな感じの素材でとても履きやすくてめっちゃ気に入ってます。このウエストのゴムの部分もちょっと広めにあって、ここもポイントになって可愛いです。シューズはこれアディダスのシューズなんですけど、今日は真っ黒のスニーカーを合わせました。このスニーカー自体はちょっと前に購入したものなんですけど、最近なんかまたこのシューズを履くことが多くて、真っ黒な感じが可愛いなと思って結構履いてます。バッグがですね、これギフトでいただいたものなんですが、ビヨンドザバインズっていうシンガポール発のバッグブランド、このデニムの生地のバッグが結構有名なアイコニックなバッグなんですけど、まあ、ピンクのバッグを今日は合わせてます。やっぱこのバッグが結構ポイントカラーとしてメインになるかなと思ったんですが、モノトーンとかで合わせて差し色みたいな感じでやっても可愛いと思うんですけど、今日はちょっとカーキとこのピンクの合わせも可愛いかなと思って、このパンツもまあカラーのあるものなんですが一緒に合わせてみました。カーキでちょっとくすんでいるので馴染みやすいから、そこまでこうこのアイテム同士が喧嘩するっていうわけでもないかなと思うので、いい感じにスタイリングできたかなと思います。そしてサングラスは今日はサンローランのサングラスをかけていきたいと思います。ということで本日のアウトフィットでした。今日は、さっき朝というかお昼ぐらいからな、1本動画を撮影しまして、お気に入りリップを撮影したんですけど、それもぜひ見てみてください。で軽く今ちょっとお昼ご飯というかもう4時ぐらいなんですが、軽く食べまして、今からエリちゃんとまた展示会にお邪魔したいと思います。今日はこんな感じで行ってきます。今日撮って今週先週もあってね、すごい短スパンで、コースパンでお会いしてます。ありがとうございます。いつもそのかわいい、それポップス、トップスだよねこれ、うん、めっちゃかわいいスパンコールで、ルミネにあったよね店舗。これじゃもうなくなっちゃったのかな。メルトザレディの後継ブランド、ガーレットスレッド展示会にお邪魔してます。あっち行くがいいんじゃないですか。これね、ただのアジャスターもついていたので、そこが結構気に入りました。ただのキャミとかってあんまりアジャスターついてないやつもあったりするんですけど、これはついてたのでそこがいいなって思いました。でそれにこのヒョウ柄のスカートを合わせてるんですけど、これは、メルカリでゲットしました。いくらぐらいだったかな、1000円ぐらいだった気がする。ちょっとコーデュロイっぽい生地になってて、ね、すごい可愛いんですよ。これがミニのタイトスカートに、バッグもザラのやつです。このブラックのサテン生地っぽい感じのちょっと大きめのバッグで、シューズがリーボックさんにギフトしていただいたんですけど、このカーキのねサンダル、すごいこれ歩きやすくてとてもお気に入りです。このカーキのカラーも可愛いし、ソールがちょっと色が違う感じも可愛くて気に入ってます。ありがとうございます。そしてこのサングラスですね、これがベラっていうところのものなんですけど、確かオーストラリアのブランドかな、ティントレンズのねサングラスなんですけど、
これも可愛いですよね。シューズのカラーリングとマッチしてて可愛いかなと思って今日はこれをかけていこうと思います。で、今日 MUFJ パークっていうところに行こうと思ってて、今日はちょっと天気があんまり良くなさそうなので難しいかと思うんですけど、なんか芝生があったりとか、こう持ち込みも OK なのでなんかピクニックできたりとかもするし、あとライブラリーがあって本とかもねそこで読めるみたいな。で、まあ、そこは室内なので雨でも楽しめるっていうので今日はそこにね行こうと思います。一日ちょっとゆったりとした感じで過ごそうかなと思ってます。で、まあ、室内っていうのもあるのでちょっとねキャミソールって温度の調節がやっぱり難しいので羽織も一応持ってこうかなと思います。ネイチャーデムスタジオの2023年 SS のやつなんですけど、ミニのジップパーカーでこんな感じなんですが、はい、これもねちょっと持っていこうかなって思っております。お昼前ぐらいにちょっと出発しようかなと思ってて、でランチをそこで食べようと思ってるんですけど、せっかく持ち込みが OK ということなのでなんかちょっと軽くランチボックスみたいなのを今から作って持っていこうかなと思います。ということで本日はこんな感じでございます。ではレッツクッキング。ということでこんな感じで今できたんですけど、あのねまさかの出来事がありまして、さっき MUFG パークに行くって言ってたじゃないですか。さっきあのライブラリーとかもあるからとか言ったと思うんですが、なんとそのライブラリーがまさかの休館日でした。信じられない本当に。そうなので別のねところに行こうっていう話になって、結局池袋のサンシャイン展望台みたいな感じだったかな。そこが展望台なので室内なんですけど、ちょっとした芝生というかそのエリアがあって、制限はあるんですけど持ち込み可能みたいな感じで書いてあったので、ちょっとそこに今からね行こうと思います。お、すごっ。あ、でかっ。え、2種類あるよ色も。どっちでもいい。うん、いいね、派手だね。色すごい、うん、開けて。本当ね、もうそんな大したものじゃない。え、すごいすごいしっかり。開けれる？その爪で。開ける開ける。長いな。
締めすぎた。ありがとう。全然開けてみて。あ、でもあの一個、うん、まあいいや、開けていいよ。あのキノコダメだよね。うん、あのキノコだけ食べてくれて嬉しいかも。そう、キノコ入れちゃって別にしようと思ったんだけど、まあ、もう全然いい、避けて食べてもらおうと思って。全然ありがとう。あとなんか卵の色がめちゃくちゃ悪かった。卵悪くなっちゃった。これでも、うん、大丈夫。あの腐ってるわけじゃなくてでもさ、焼いたらさ茶色くなってくる。え、そう。え、これトマトではないんだよね。あ、違う、パプリカです。もちろんそうだよね。いただきます。どうぞ。あ、あれもある。先生。え、めっちゃ緊張する。これ取るの。爪で傷つけないようにだけ。口を持って。ごめん、遠かったね。私がやればよかった。Groundbreakers, we crown shakers, moved us out the margin, we're writing, that's how we found paper, hustling nature, since we was riding back on the scooter razors, had no stable footage since then, I've been an earthquaker, brown sugar and cinnamon, don't think that I'm the greatest, I just settle for the synonyms, ayy. They wonder what's got it into him. I took a couple losses. My I'm trying to win again and win again and win again. I ain't taking minimums. My destiny was written in. Coming with a different scent. Coming with a different stench. Smelling like greatness and I spray it every day. That's the latest. The world been moving crazy all around me. I was hiding in my feelings, then you found me. I'm just too aware of my surroundings. Looking at the blessings I've been counting. The world been moving crazy all around me. I was hiding in my feelings, then you found me. I'm just too aware of my surroundings. I've been looking at the blessings I've been counting. Look, I've been counting my blessings, but still stuck in my thoughts. Here I go, stuck in my head again.